今回紹介するスレはこちら。裏社会街道を全開で言ってる麦野でも学校には出席日数が足りるように投稿してるのを見るに。サボりが当たり前というこいつらときたら、アクセラレータは統括理事長の仕事が忙しいから仕方ない。当たり前じゃないですー。トラブルが向こうから来るから仕方ないんですー。だから授業欠席するのも補習サボるのも私の意思ですが、どうか寛大な処置を。具体的には名前を書けば100点のテスト可能、授業で進級できるぐらいに。二代目統括理事長、やってやってもいいが本当にいいのか？高校退学でいいから、資格覚えて進路考えてる浜面が一番の真人間になっているという塩梅よ。初期机一つしかない特別クラスにぶち込まれる。中期読み川に引き取られたのもつかの間、とんでもない借金背負わされて指名手配もされて暗部にぶち込まれる。後期罪を明らかにして刑務所にぶち込まれる。どうしろと。もはや本人の気象的に、奇跡的に卒業して就職してもまともな社会生活をできない男、それが上条です。学校通過勉強って将来の目標とかなりたい職業がないとやる気起きないが、上条さんはそもそも進路とかまともな仕事に就く気があるのかね？現状でも身振り手振りでどこでもやっていけるし、分厚いマニュアルを速攻で覚えるくらいには頭回るから卒業証書だけくれってなってそう。進路希望調査、幸せになれれば何でもいいです。これ教師側からだと、ふざけるな案件なんだけど、新薬休館の独白を見る限り割と切実な願いなんだよね。それはそれとして進路はちゃんと考えろ。上条さんは誰かの紐になればいいから、よりによって養わなきゃいけないのがメインヒロインになっているが。でもインデックスの身分や本人の人徳？敵に周囲から余裕で暮らせるくらいの援助が入りそう。無理だぞ。あの無自覚めんどくさ束縛男は絶対自分の金で養いたがるぞ。インデックスは何気に仕事できるが、実は独占欲が超強い上条がさせたがらないんだ。アイテムメンバーの滝壺と絹旗は学校どうしてんだっけ？絹旗は通ってない。滝壺のとこは定期検査が単位扱い。路地裏で武装してたガチのスキルアウトが一番真っ当な人生模索してて、学生かつ終身刑で就職してる白いのはともかく、特にそういう立場のない一般高校生が留年の危機という異常事態。アクセラレータは学校の卒業はできなくても学力面での卒業テストやらなんかでやろうと思えば卒業した結果は作れると思う。問題は上安は出席日数も学力もやばいことだと思うんだ。アクセラレータはカリキュラムこなしてるし、上条は全校だったり巻き込まれたりで仕方ない。浜面はシンプルにカス。上安が進級できると思ってる読者いるんだろうか。小萌先生が何とかしてくれるかなーって。上条さんは出席日数は何とか融通できるかもだけど、そもそもの成績が、伊能忠敬知らねえのはちょっとおバカすぎる。その辺は学園都市のカリキュラムと国内の一般学校との違いだと思うしかないな。歴史系は大体オカルトが絡んでるから生徒にその分野の知識を与えないようにしてる可能性もある。学園都市の生徒らしく化学物質やお薬系やらの知識はあるのがいびつだよね。アクセラレータはそもそも学校は所属してるだけで通学はしとらんのやろ。そもそも学園都市で一番頭いいやつが学校程度で何を学ぶんだよ。ありふれた同年代の少年少女との交流とテストに文句を言い、自習に換気する日常と非日常的な行事活動と放課後に一緒にバカやって青春すること。学校で一番大事なことではあるからこそ困るというか、それを取り上げるような構造になってるいびつさがすごいというか、やっぱり大体アレイスターのせいなんじゃないかというか、メインプランだから他生徒と違ってアレイスターの介入率もめちゃくちゃ高そうなのが、マジで普通に育ってたらオラワクワクすっとの通る型かダウナーだけど真面目な子になってそうなんだよな。出席日数足りないのは仕方がないとして、頭の出来もそもそも良くないという。記憶喪失以降のスケジュール見せられたら進路調査の内容も涙もんだぞ。小萌ちゃんとか絶対泣く。これも8割くらいはアレイスターってやつのせいなんだ。二代目も頭抱えてるぞこの野郎。便利な分身できるんだから勉強教えてやってくれないかアレイスター。8割よりは低いだろ。多分、せいぜい5割。いやアクセラレータにはほぼ8割。
神谷はもう中卒でいいから人助けを理念に掲げた NPO 法人でも立ち上げるのがいいのでは？なんかそういう組織だったものに入ると神谷の強みみたいなのは失われていくと思うんだよな。それでいいならジャッジメントなってそうだし、クソめんどくせえな。そもそも上条さんって最新刊で死んだから、高校は辞めさせられた展開になるのでは？ソギータもあんま学校行ってなさそうな描写出てたけど、それに対して先生が問題視してなさそうだったあたりレベル高いと優遇措置ありそう。単にあいつは性能高いからどっか行っても速攻問題解決して元気に帰ってくるから出席日数足りてるんじゃない？神谷はセーブポイントに行くから金も時間も消えていくけど。あ？留年の心配なんてもう必要ねえからおとなしく座ってろ。そうですか、みじょうちゃん、戸籍は死亡届が受理されたのでもう学歴は必要ありませんよ。よくわからないけど、トーマはもう学校に行かなくていいみたいなんだよ。行かなくていいではなく、戸籍がなく行けないが正しいニュアンスですと、美坂は訂正をします。関数ごとの過密感に驚くと同時に、上条さんには、全治丸習慣という概念がないのである。かっこ入院。なもんだ、脱走の前振りだよ。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。